ね、もう言ったのっけから撮ってますね。さあこっからはね新企画なんですよね。新企画というか今はちょうどね背中が、ね、電車に乗ってきて、あれ四日市の普通列車が向こうから出てきますと、うん、いうところなんですけど、この駅のね特徴の一つとしてね乗り換え駅なんですね。伊勢中川駅というのはね、あそうですね、今はですねこれ、今日新しい道路開通とかに出てきましたね、ここは三重県の、松阪市になりますね。もう今、伊勢中川駅というところに来てます。近鉄ですね、見ての通りですね結構な、面数を持っています。 1,2,3,4面5線だったかな、かったことでこんな感じでね、三沢からね、乗り降りできるようになってるっていうのがこの駅のところ。これは、大阪方面、ちょうどこの駅がね、あとで地図を見たらね、わかりやすいですけど、名古屋方面、伊勢方面、そして大阪方面とね、ちょうど分岐していく駅というのがあって、各方面への乗り換えがね、スムーズにできるようにということで、こういう構造の駅なんですよね。うん。関東からここからバージョンも有名ですけど、でこの駅は、ね、乗り換え駅であるということでね、あまり、ここで乗り降りする方も少ない、全部ね、乗り換える方が多いということ、ほとんどということなんで、せっかくですからね、今日は時間に余裕があんまあるわけではないんですけどね、あでもこんな液晶広告なんかもね、できてるんですね。せっかくない、ちょっと石坂駅、まだね、言うて朝の6時半ですよ、全然なんもないと思いますけど。46分か、こんな感じになってるんですね。乗り場の数すっごい多いですよね。で、それぞれの場合は乗り場ね、重視してるんで、すっごくブラッとね、いろんな方面に乗り場、いろんなところに乗ってるので、これがね、なかなか行くようなことあるね。これで行こう。以上。ということでね、改札くぐってきましたけどね。なんか面白い構造ですよね。こんなところに郵便ポストがあったり、公衆電話が残っとったり、こっちにはエスカレーターあるんですね。石仏とか石仏、どこに何があるのかよく全然分かってないですけどね。トイレはね、あちこちにあるみたいですね。こっちにトイレ、あっちにもトイレ、この改札入った中にもトイレがありますね。でもこの地下通路は独特ですね。私も伊勢中川駅まで前は通ることが多かったですしね、車で通ることが多かったし、ね、通過することが多かったり乗り換えたりすることがあったんですけど、降りるの実は初めてなんですよね。これ今伊勢方だった感じかな、ほら、ね、あそうですね、伊勢方がスタートこっちの方にもやっぱあるんですね。昔でもね、伊勢方が今結構よく見かけます。なんか社会科見学とかでなんかやりましたよね。よく市の方はね、何かしらで通ってくるところです。さあ、あスロープなんですね。これは待ってくれる分ですね。さあ、これ背中がいいっていう。それぞれの方向けますか。すごいすごい。これですね。こっちがストップになってですね、こっち側か、なるほどね。あれピアコがあるのがこっち側でしたっけ。確かその奥にあるのがピアコですよね。違ったから向こう側でしたっけな、結構大きい通りがあるんですよ。こっち何なんでしょう、ヤギの箱って感じ。ゴミ箱ではないですけど、なんでしょうね、ヤギの箱って何なんでしょう。まあ見た目からしてあれでしょうね、あのいわゆる有害投票みたいなやつね、まあ一番やっぱエロ本とかそういうやつをなんかあれですかね、あの捨てるのに使うあれですかね。奈良の子とかいうことありますもんね、四日市では抱きますけどね、そういうやつなのかな。社長に書きか何も書いてないで分かりませんけどね、あでもスロープのこといいですね、やっぱ感じに
自転車が通れるようにしてたみたいですけど、ね、これで便利です。一応西口の方も出てみましょうか。まだ、私の時間余裕あるはずなんで。パーキング安いですね。向こう日決めで1日300円安いですね。あっちも3個パック500円とかですもんね。特急決定席にしては破格の安さなんじゃないですか。どうでしょう。まあ、とはいえですね、駅前のこの辺りがトーンとあるだけでね、実はね、これついてないですよね。これね、これもタクシー乗ればね、バスもね、あんま走ってないですよね。これは暗くて分かりにくいですけど、この色はあれですよね、鮮魚ゲッサーですね。間に合うかな、あれを見たいな。よいしょ。到着階では反対側のドアが開きます。近鉄はこれ好きですね。ホームでございます。この断念、出てきたいですかね。よいしょ。そうなんですね、線路列車は6番線に入ってくるんですね。仕上がった。あ、行っとったら、この駅の急行来ちゃいましたね。あれに乗ってくるんですけどね。とりあえずね、この駅からね、とりあえずこんな感じで静岡が行くのでね、ですよということで、トマト閉めましょうか。ご視聴ありがとうございました。